はい、どうもこんにちは。今回はですね、こちら、じゃ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 ーん。そう、またね、怪しい箱が届きましたので、開封の方していきたいと思います。今日はね、優しく開けていきますよ。じゃ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 ーん。ということで、今回はですね、ファーウェイメディアパッド M5 という新しいタブレットを買ったので、早速開封していきたいと思います。今回はね、主に開封と、あとデザインとかそういったところを中心に見ていきたいと思います。はい、こちら 8.4 インチということですね。ハーマンカードンっていう、このね、有名な音響のメーカーですね。このメーカーが、音響システムをチューニングしたと。で、さらにね、ハイレゾ音声にも対応してるみたいですね。あと、フリーケースって書いてますけど、なんでしょうね、これ。はい、型番はね、SHT-W09 というものになります。色はスペースグレー、スペースグレーしかないんですけどね。で、ROM は 32GB、RAM は 4GB のモデルとなっています。で、裏はね、フリーケース123って書いてますね。うお、来た。来た。いいね、いいね。もっと脱げよ。おいおいおい。はい、ということで、裸にされてしまったメディアパッドさん。これね、開け方なんですけども、これね、はい、こうやって押し出して開けるタイプになってます。はい、出てきましたよ。これがね、多分本体だと思います。で、もう一つ、まだね、押し出したら出てくるわけです。ニョキニョキ、はい。ということでね、箱から取り出したらまずこちら、メディアパッド本体と、あとケースということで、このね、メディアパッド M5、ケースが付いてます。標準でね、付属ということでね。なんで今回ケースとか買いませんでしたけどね。いやー、いいね。ここポイント高いね。まずはね、本体の方から開けていきたいと思います。入れよ。オープン。おー。なるほど。ね、iPhone 的な。テロテロがついてるので、ここを持ち上げてくださいと。上げてあげましょう。よいしょ。おー。いいね。あ、なんか冷たいですね。はい。ということで、こちらがね、タブレット本体ですね。なんかすごいサラサラの上質なね、フィルムに入ってますね。先にね、下の内容物の方を見ておきましょう。まず大きい箱ね。これ、取り出してみると、はい、まずね、クイックスタートガイドと、あとはこれ、イヤホンと USB Type-C を変換するアダプターが入ってました。で、さらにね、ここからは USB Type-A と Type-C の接続ケーブルが出てきました。で、さらにね、SIM ピンがここに付属しています。でね、今回この SIM ピンが付いてるということで、LTE モデルなんですかといった感じなんですけども、実は、このメディアパッド Wi-Fi モデルです。で、ここを開けると、はい、こちら AC アダプターが付いてました。結構サイズがね、大きいです。多分高速充電対応だからかな？はい、ということで内容物は以上これだけになっています。では早速こちら本体の方を見ていきましょう。スル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 、こんにちは。おぉ、こちらがメディアパッド M5 本体でございます。新しいもんってやっぱいいね。幸せになるわ。これね、一応新品なんですけども、特にね、画面にフィルムとかは貼ってないみたいで、もう剥き出しの状態ですね。ね、多分これに入ってたからいいでしょ的な感じだと思うんですけども、もうフィルムぐらい貼っといてほしかったかな。はい、こちらがね、裏面です。多分アルミの素材だと思うんですけども、ちょっと冷たい感じ。で、スペースグレーということなので、グレーっぽい。結構明るめのグレーって感じですね。ハーマンカードン。はい、ということでね、こうやって片手で持てるタブレットをね、新しく買ったわけなんですけども、いろいろ細部見ていく前に、保護ガラスも買ったので、先にそちら貼っておきたいと思います。これ長く使うつもりなんでね、大切に扱っていきたいと思います。今回はですね、Amazon で適当に買ったメディアパッド M5 に対応しているガラスフィルムを買いました。はい、内容セットはね、もう普通の保護ガラスと一緒です。ちゃんとね、これ袋の中に入ってますね。はい。これもおなじみね。アルコールだったり、クロスだったり、あとは、多分、仮止め用のシールとか、あとは、あれね、ホコリ取る用のシールとか入ってましたね。とりあえずもう、保護ガラス貼っちゃいます。ということで、ね、保護ガラスも貼れたので、早速このタブレットのね、周りの方を見ていきたいと思います。はい、まず上面ね、Fire HD 8。ロゴが入ってますね。で、ここ、インカメラがついてますね。インカメラは800万画素らしいです。結構高いですね、画素数が。はい。こんな感じ。はい。で、ここ下の部分には、ホームボタンではなくて、指紋認証センサーがついています。でね、サイドの方なんですけども、ここ、めっちゃ質感いいね。すごい綺麗。質感がね、いいなっていう風に思います。でね、この保護ガラス、全然ここ、ベゼルの部分保護できてないじゃないですかという風に思うんですけども、実はこのタブレットね、2.5D 曲面ガラスっていうものを採用してるみたいで、ここのね、エッジの部分が丸みを帯びてるんですよね。ね、iPhone6 的なね、7とか8とか、ああいうことするんですよ。真似してね。真似してっていうか。なんで、この辺がね、丸みを帯びてしまってるので、保護ガラスがね、ここ貼れないわけです。なので、まあこういう寸足らずな感じになってるんですけども、まあね、普通にデザインとしては、まあいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、背面パネルの方はこんな感じです。ここ、大きいアウトカメラが1個ついてるんですけども、こちらのアウトカメラは1300万画素あるみたいです。画素数だけで言うとね、iPhone6S から今の iPhone10S と同じ画素数です。中に入ってるセンサーとかね、そういった処理とかそういったものはね、多分全然違うと思いますけども、画素数だけで見ると結構高い部類に入ると思います。でね、ここ。アンテナ線みたいなのがね、ここにバーっとついてるんですけども、マジでこれみたい。なんか、スペースグレーじゃないから、ね、まだ、あれですけども、なんか、背面のアルミ素材っていうパネルのね、質感もそうですけども、ね、ここの位置とか、あとこのアンテナ線とかね、まあ、6S より7に近いかもしれないですね。カラーはね、落ち着いていていい色かなといった感じです。ファーウェイ。はい、今度は側面の方を見ていきましょう。まずはタブレット右側面、カメラ側ですけども、ここに音量ボタンと電源ボタンがあります。それだけですね。反対側のところにはこちら、SD カードのスロットがついています。マイクロ SD カードの確か 256GB の XC カードまで使えるということですね。多分 LTE モデルであれば、ここに SIM カードも入るんじゃないかなというふうに思います。でね、上面にはおそらくこれスピーカーの穴かなというふうに思うんですけども、大量に穴が開いています。はい、こちら今度下側面ですけども、こちらにもね、穴が開いています。スピーカーとマイクの穴かなというふうに思いますけども、で、ここの真ん中のところ、こちらのポートは USB Type-C のポートになります。このタブレット USB Type-C です。なので、今までのマイクロ USB、まあ Android とかでね、よく使われている端子は使えません。でね、イヤホンがありません。さっき付属紹介でさらっとだけね、流しましたけども、この USB Type-C に変換プラグを挿してね、で、3.5mm ジャックのイヤホンを挿すことができるというようなことで、iPhone7 以降のね、こと、もうほんとね、ダメなところばっかの真似しますよね。その 2.5D ガラスといい、このイヤホンジャック廃止といいね、なんか、はい。で、こちらね、改めて 8.4 インチというサイズというわけで、まあ、手に持つことができるサイズなわけですけども、私が、最初に買った8インチのタブレット、Amazon の Fire HD 8なんですけども、これも8インチなんですよね。ということでね、大きさ的にあんま変わらないかなというふうに思って、ちょっと並べてみようかな。はい、並べてみるとこんな感じです。画面サイズはね、こっちの方が大きいんですけども、筐体サイズがね、同じですね。こっちは8インチ。で、こっちが 8.4 インチということでね、ディスプレイのね、占有率というものが非常に高いタブレットとなっています。Fire HD はね、ベゼルがかなり、大きいので、その分画面がちっちゃく感じちゃうんですけども、メディアパッド M5 の方が、その点ではね、より小さい筐体で大きな画面といったような印象が強いかなと思いますね。で、ちなみにね、筐体サイズについてはこんな感じ。幅 124.8mm、縦が 212.6mm、で、厚さが 7.3mm、で、重さが 320g と。いうことですね。はい、2つね、ちょっと今持ってみたんですけども、もともとね、Fire HD 8重たいんですよね。重たいので、こっちがね、すごい軽く感じてしまいます。実際にね、320g ってね、重いのか軽いのかよくわかんないんですけども、まあ、HD8 に比べたら確実に軽くはなったなといった印象があります。はい、とりあえずね、じゃあ今度はケースの方をね、見ていきましょうかね。おっと。はい、ということで、こちらが付属していたケースです。なんかね、すんごいチャッチー感じはあるんですけど、すごいサラサラしていて、触っていてね、心地いいなという風に感じます。ね、これお風呂の蓋タイプになっていて、こうやってね、開くタイプになってます。ここはね、プラスチックかな、ちょっと硬いですね。ちょっとハード系のケースになってます。まあ、四隅にね、ここ引っ掛けて使うみたいですね。落としたらね、すぐ割れちゃいそうな感じはあります。とりあえずこちらのメディアパッドをはめていきたいと思います。はい、付けれました。もうすごい簡単にね、すぐ取り付けることができましたね。いいですね。新しくケースを買わなくていいっていうのがまずいいですし、まあ割とね、使えるかなと。まあただね、ここ磁石とかは付いてないので、別にひっつくとかそういったことはないですね。ね、ひっついた方が良かったかな。まあ、ただで付いてるケースなんで何も文句は言いません。ファーウェイ。はい、ちなみに裏側はこんな感じです。ちゃんとカメラの穴もね、開いてますし、ここにもね、なんか、前と同じ感じで、ラインが1個入ってますね。はい、側面はこんな感じ。ここ音量ボタンと電源ボタンのところがもうざっくりくり抜かれているといった感じですね。保護性能は高くない気がしますね。でね、こちらお風呂の蓋のケースなんですけども、ここね、パカッと開くようになってます。ということで、こんな感じでね、立てることもできます。まあ、角度調整はね、もうほんとお風呂の蓋なんで、もうこれぐらいしかできませんけども、最大でもこれぐらいなんで、まあ、そんなにね、幅広い調整はできませんけども、もう結構ね、それこそね、メディアパッドという名前だけあってね、動画とか映画見るときにはすごい役立つんじゃないかなというふうに思います。はい、もう完全にね、蓋を後ろに回した状態でこのように使うこともできます。まあ普段はこういう風に使うかもしれませんね。はい、ということでね、長らく外見の方紹介してまいりましたけども、早速電源の方を入れてみたいと思います。いきます。通電。充電あるかな？ついた。メディアパッド。一瞬ね、振動しましたね。このタブレット、バイブレーションが内蔵されてるみたいです。タブレットでバイブついてるって珍しくない？そんなことないんですかね。お、やば、ついた。なんだこれは。あ、今キーボード出てきましたけども、めっちゃ打ちやすかった。普通に。まあ、Android だからね、別に自分の好きなキーボード入れれますけどね。もう今のやつめっちゃ楽ですね。Android 端末からバックアップで復元できると。まあ、別にね、復元するつもりなかったんですけど、なんか、もうアプリとかね、設定いちいちするのめんどくさいなというふうに思って。何これ？Fire HD なんて持っていませんが、なんかね、指をここにね、つけるみたいですね。うん。あ、なんだこの既視感は。よーし。なんかわからんけど、いけた。オッケー。始める。はい、ということでね、早速使える状態になりました。ということでね、Android と iPhone を混ぜたみたいな感じ。なんか、iPad 的なシステム UI ですね、これ。そういう風に作ってるのかな？あ、ちなみにね、このタブレットは、Android 8.0 が搭載されています。あ、なんか新しいバージョンが出てきた。はい、でね、今ちょっとこうやって近づけてみてもらいたいわけなんですけども、このディスプレイの解像度の高さ、これめちゃくちゃ綺麗なんですよね。一応ピクセル数では 2560×1600 の WQXGA というディスプレイで IPS のパネルが使われているようです。まあ、サイズはね、さっきも言ってるように 8.4 インチということですね。もうほんと、きめ細かいです。で、ここからはスペック、ポクポクうるせえなこいつ。ここからはスペックについてですけども、まず CPU がキリン960というオクタコアの CPU が搭載されています。まあ、スナップドラゴンとかね、そういったものじゃないみたいなので、まあ、それがね、どんな感じなのかちょっとよくわかんないけどね。で、2.4GHz の4コアと 1.8GHz の4コアで合わせて8コアの CPU となっています。で、メモリがね、RAM4GB ということで、これ結構ね、大きい容量の RAM がついてます。iPhone XS と同じ RAM 容量ですね。はい、ということでね、ここ合計も 4GB と。なってますね。平均空き容量 1.95 ギガ。それでも半分ぐらい使ってますね。4ギガでもまだ足りないかもしれない。でね、内部ストレージについては合計32ギガということで、メディアパッド M3 という、これの1個前の機種が64ギガだったみたいなんで、それが半分になっちゃったと。いうのはちょっと残念かなというふうに思いますけども、まあ普通にね、ちょっとアプリ入れてとかいうぐらいであれば十分かなというふうに思います。マイクロ SD カードもね、一応刺さるので、まあ、写真とか動画とかそういったものは SD カードに、アプリだけストレージにといったような使い方が、まあ、望ましいんじゃないかなというふうに思います。で、こちらは Wi-Fi モデルなので、LTE 通信等は入っていないんですけども、LTE 版のメディアパッド M5 もあります。でね、この端末には GPS とかも入ってます。だからね、マップを開くと、ちゃんとね、GPS を使って自分の位置情報を正確に取得できるようです。タブレットでね、GPS ついてるのもね、なかなか嬉しいですよね。しかも Wi-Fi モデルですからね、これ。で、Wi-Fi 関係については、11AC までの Wi-Fi 2.4GHz と 5GHz に対応していて、Bluetooth 4.2 が使えるみたいですね。で、LTE 版はナノ SIM が1個入るようです。で、ここの USB Type-C については USB 2.0 接続のようで、高速通信は残念ながら行えないということで、ここ残念。まあそのデータ通信は遅いんですけども、充電速度についてはかなり速いと。2時間ぐらいあればもうマックスになるみたいですよ、充電容量。で、センサーは指紋認証センサーもここついてるし、お、ホームに戻るんですね、これ。ホームボタンになってるみたい。あとは加速度センサーとか、電子コンパスとか、ジャイロとか、照度とか、まあ一通りね、使えるセンサーは全て入ってるといったような感じですね。どっちかというとスマートフォンに近いかなと。装備がね。で、サウンドについては内蔵のステレオスピーカーということで、上下にさっき穴が開いてると言いましたけども、ステレオのスピーカーが1個ついています。で、横画面の方にしてみました。ちゃんとね、ホーム画面も横に対応しています。設定もね、ちゃんと横に対応してるね。ということで、あ、基本的に私横で使うかもしれないですね。まあ、ただね、8インチということで、縦でも使いやすい、横でも持てるということで、結構バランスがいいかなと私的には思います。で、値段はね、私は Yahoo オークションで、新品未開封のものを買ったんですけども、まあ、約3万2、3千円ぐらいですね。3万円前半ぐらいで買いました。普通に正規の Amazon とかショップで買うと4万弱します。3万9千円とか、それぐらいの価格で販売されています。で、LTE モデルになると、まあ、プラス1万円ちょっとぐらいで、今4万なんぼとかぐらいで売られているといった感じですね。まあ、なので、8インチタブレットにしては、まあまあ高い部類には入るかもしれないんですけども、まあ、それに見合うね、ディスプレイだったり、CPU とか、そういったものは搭載されてるかなといった風には思います。でね、私がこのタブレットをね、購入決意した最大のね、点っていうのが、この Amazon プライムビデオなんですけども、このプライムビデオがね、HD 画質で見れるということなんですね。そもそもね、Android OS を搭載したね、スマートフォン、タブレットっていうのは、ほとんどの端末でこのプライムビデオを HD 画質で再生できないんですよね。Amazon が許可した一部の端末、シャープのね、AquosR とか、Galaxy とか、Xperia の一部端末とか、そういったほんと一部の端末でしか HD 再生というものはできなかったんですけども、この端末ね、HD 再生が可能になってるみたいです。公式ではね、載ってないということで、非常にね、探すの大変だったんですけども、いろいろね、価格コムとか、ごちゃんとかね、いろんな、サイトの情報から、そういったことをね、発見して、購入に至ったわけです。今回の動画はここまでにしておきます。次回はね、このプライムビデオで HD 画質がちゃんと再生できるのか、といったような検証であったり、あとは、ベンチマークの測定とか、私がね、実際にちょっと端末の方を使ってみて、で、それでね、ここいいなと思った部分などをレビューしていきたいと思います。今回は開封と、まあ、あとはね、こういったデザイン、端末の紹介といったことで終わっておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。